プラス思考はどこまでもアゲインアゲインです。はい、ビフォーアフターやっていきたいなと思っております。朝からテンション上げ上げで、一見入魂、カーポートの工事を、現地のね、方に来させていただきました。今ね2日目の工事なんですけども、昨日は穴掘り、柱立てるところに穴掘って、今日は納品が終わった後、今柱立て方してくれてます。で、このお客様にねたまに聞かれる、アゲンアゲンさんと、カーポートのデメリットって何って何って聞かれるんですよ。でこのデメリットね、柱なんですよ。この柱がポンポンポンって4本立つわけですよね。その柱が、車もともと柱がなかったから、その柱気にせずに止めれるっていうのが、柱が邪魔になるじゃないですか。その邪魔に感じてほしくないので、エココミ沖縄はお客様の敷地に合わせてなるべく柱を敷地目いっぱい広げて、台数がね同じ台数止めれるようにという設計施工、させていただくっていうのを心がけておりますので、現地に合わせて寸法、設計させていただいてます。じゃあちょっとね現場見に行きたいなと思います。ではスタート。はい、現地に着きました。今日工事2日目の工事になります。昨日はね穴掘りしてもらって、そこの、穴に柱を立て方してくれてます。で今現在高さね、お客様のご希望の高さに合わせて柱の調整、高さの調整するんですが、先ほどお伝えしたように、カーポートのデメリットって言ったらこの柱になります。で実際にねもともとなかったものが出てくるっていう形なんで、まあ、それをねなるべくデメリットに感じてもらいたくないので、なるべく敷地の端の方に寄せるっていう形になります。でこれ例えば大山のカーポート、2台用のカーポートをチョイスしてご提案してしまうと、もっと柱内側、もっと柱内側になってしまって、本来3台止めれるのが2台しか止めれなくなったって言ったら嫌じゃないですか。それを目いっぱい柱を端に寄せて、お客様にデメリット感じていただきたくないので、そういう形のご提案設計をさせていただいてます。じゃあ続きねちょっと見ていきたいと思います。足元見てね、足元。
車線乗ったらいいよ。はい、ということでカーポート完成、職人さんが頑張って作ってくれました。柱もね、お伝えしてたようにデメリットって唯一のデメリットのこの柱を、なるべく敷地の外に敷地目いっぱい広げて、作っていただいてます。まあ、これもね、設計してお客様にこのデメリットを感じてもらいたくないということで、設計をさせていただいて、この針も太いでしょ、すんごい強いんですよ。まあ、風速46に台風圧耐えれる大山の台風くん3耐える風っていう名称のカーポートなんですが、ライトホワイト、ね、建物の色外壁に合わせてね、今回白をお客様がチョイスしていただいたんですが、素晴らしくないですか。でこの上にね、今回太陽光発電もちょっと取り付けさせていただいてますので、それもちょっと見ていきたいなと思います。見ましょう。はい、カーポートの上に太陽光が設置完了しております。はい、気づかれたかな、実はお隣も今日太陽光工事やってて明日完成するんですけども、お隣さんね、仲良くカーポートと太陽光、ご契約いただきました。はい、なので、まあ、こういった形でね、電力料金がすごい高騰してますので、自家消費、太陽光発電で自家発電して自家消費しながら余った電気を売電で、まあ、売電のね、多いお家はその売電のメリットもあるんですが、まあ、そうもう一つ上のね、蓄電池っていうのを取り付けることによって売電は減るけど、蓄電池に昼間貯めておいて夕方夜それを使っていくっていうのもやり方としては賢い方法なんではないかなと思います。はい、こちらは12枚、お隣は16枚という形で、まあ、カーポートの敷地にね、もう12枚でも十分なんですが、もうかなり発電、今もうこれだけでもね、415は12枚やから、もう 5. 何キロって、もう5キロ超えるんですよ。だから狭いスペースでもね、十分楽しんでいただける枚数が、最近の太陽光はつけれるようになりました。たった20年前、1枚ワット数100ワットとか115ワットとか、僕その時にも営業してたんですが、今この1枚ネクストエナジーなんと415ワットです。だからね、もう10枚つけたら 4.15 キロになるんですよ。だからすっごいね、効率が良くなってるので、太陽光今購入される方は20年前10年前に買われるよりもすうんと安くなってるので、ぜひねご検討ください。それではまた。アゲンアゲンでした。